中国からの第一波は封じ込め成功。海外から第二波。国立感染症研究所。先日、国立感染症研究所が感染者から採取した COVID-19 のウイルスの遺伝子を分析し、現時点で中国からの第一波は抑え込めており、現在はその他の海外から第二波がやってきていると。 明らかにいたたししましたこちら、この図のそれぞれの色が国や地域を示しており、さらに図の丸いですね、丸の大きさ、円グラフの大きさがどれだけ感染拡大の原因となっているかを示しておりますが、現在、日本政府は COVID-19 の感染拡大を防ぐために、 広い地域に対し国に対して入国制限を実施しております。そういった制限を実施することによって、このような海外からの COVID-19 の持ち込みも相当数減ら,せる減らせることができると思われますので、国民の皆様、海外からウイルスが 持ち込まれなくなれば、あとは国内での感染拡大を封じ込めれば、COVID-19 を収束させることができますので、皆様、可能な限りのご協力をお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。